茨城一家殺傷事件は、2019年、令和元年、9月23日未明に茨城県佐島郡境町若林の民家で、一家4人が殺傷された殺人、殺人未遂事件。事件概要、事件発生被害者一家は男性 A、当時48歳、とその妻 B、同50歳、大学3年生の長女 C、当時21歳。 中学1年生の長男 D 当時13歳小学6年生の次女 E 当時11歳の5人家族だった2019年9月23日0時40分ごろ本事件の被害者一家の母親 B から「助けて」という通報があり15分後に堺警察署員が現場に駆けつけると犯人である岡は義行の姿はなく 一家の父親 A と母親 B が遺体で発見された、就寝中に襲われた2人は顔や首などを約10か所以上刺されて折り肺に達するほどの傷もあった。2階の子ども部屋で寝ていた夫婦の長男 D は腕などを切られ重傷を負わされ、次女 E は催涙スプレーのようなものを噴射されて軽傷を負った。1階の自室にいた長女 C は無傷であった。 茨城県警察は本事件を殺人事件と断定し、堺署に捜査本部を設置して捜査していた。金品を物色した形跡はなく、周囲を木々に囲まれ、一軒住宅があるようには見えない被害者宅の立地から当初、捜査本部は、金銭目的より一家に強い恨みを持ち、周辺現場に土地勘がある犯人像を有力視し、 夫婦の人間関係を調べていた、しかし事件から2ヶ月が経過しても夫婦のトラブルの情報はなく捜査は難航していた重軽傷を負った長男 D と次女 E は帽子とマスクの男に襲われた犯人は1人だったと証言し 近隣住民からも、事件前にマスクをした不審者を被害者宅で見たという目撃証言が寄せられてはいたが、犯人特定の決め手とはならなかった、地元の防犯協会などが100万円の懸賞金を出し、事件発生から1年を前に情報提供を呼びかけるポスターなど作成し、公開したが、被疑者、岡には義行の逮捕までに1年8ヶ月を要した。 逮捕、2021年、令和3年5月7日、埼玉県三里市高野4丁目在住の男、岡庭義行、当時26歳、が、本事件の被疑者として、夫妻への殺人容疑で茨城県警に逮捕された。 事件後の捜査で、岡庭義行が催涙スプレーを事件前に購入していたことや、現場付近を訪れていたことが判明、県警は関係者からの事情聴取や、現場の鑑識、押収品の鑑定解析などにより、岡庭義行を逮捕するに至った。起訴 その後、岡庭義行は殺人容疑を否認し、後に黙秘に転じたが、同月29日に長男 D への殺人未遂容疑と、自女委、e、に対する傷害容疑で、茨城県警捜査本部に再逮捕され、同年6月7日から9月6日まで鑑定留置された。 鑑定留置の結果、水戸地検は岡庭義行について刑事責任を問えると判断し、交留期限を迎えた同年9月17日、殺人、殺人未遂、傷害、住居侵入の罪で、岡庭義行を水戸地方裁判所へ起訴した。岡庭義行の前科及び余罪。連続通り魔事件。 本事件の被疑者岡庭義行は、16歳だった2011年、平成23年、11月18日に、埼玉県三郷市内で下校中の中学3年生の女子生徒に背後から包丁で顎を刺し、 その約2週間後の同年12月1日には千葉県松戸市内で小学2年生の女児の脇腹を複数回刺していずれも重傷を負わせた連続通り魔事件を起こした犯人であり、同月12月5日に銃刀法違反の容疑で現行犯逮捕された。この他にも、他には義行は三里市で車などに放火したり、猫を殺したりする事件も起こしていた。 他には義行は犯行後、自宅で血のついた刃物を眺め満足感を得ていたことや、女性を襲うことに性的興奮を感じていた、当初は殺害し、首を持ち帰ろうと思った、という発言を繰り返していたことが検察の冒頭陳述で明らかになった。 岡庭義行はその後、2012年2月1日から同年5月21日まで官邸留置され、同年5月26日に殺人未遂などの容疑で埼玉家庭裁判所へ送致された。その後、岡庭義行は同年7月18日に埼玉火災から逆送致決定を下され、同月27日には埼玉地検により、 殺人未遂などの罪で起訴された、一方、同年6月5日には埼玉区検察庁が、息子、岡庭義行に刃物を持たせたとして、岡庭義行の父親、当時47歳、お埼玉県青少年健全育成条例違反の罪で略式起訴し、埼玉関西は同日、岡庭義行の父親に罰金30万円の略式命令を下している。 医療少年院装置同事件で被告人岡庭義行は動物愛護法違反器物損壊罪殺人未遂罪銃刀法違反非現住建造物等放火の罪に問われた岡庭義行は広範性発達障害対人関係がうまく築けず興味や関心が偏る特性があると診断され 埼玉地方裁判所における刑事裁判の後半裁判員裁判では刑事責任能力の有無が争われた2013年平成25年3月5日の後半で検察官は岡庭義行は年少者を相手に連続して殺人未遂を起こしており被害感情や社会不安などに照らし保護処分は許容されない 少女への関心や殺人への衝動はいまだ収まっておらず、再犯の可能性が高いとして、懲役5年以上10年以下の不定期刑を求刑。一方、弁護人は、少年の両親が刃物を買い与えたり、残虐な動画を見ることを制限しなかったりしたことなど、さまざまな要因が重なって起きた事件だ。 少年は必要な教育を受けておらず、医療少年院での治療的教育が必要として医療少年院に入院させるため保護処分にするよう求めた2013年3月12日に開かれた公判で埼玉地裁第一刑事部田村真裁判長は刑事処分ではなく他には義行を埼玉家裁へ送致する決定を出した 埼玉地裁は、犯行を強い殺意に基づく凶悪で、計画的に行われた通り魔的な犯行だと非難し、現状のままでは再犯する可能性が高いと指摘、しかしその一方で、後半性発達障害という生まれつきの資質や、両親の育成環境が動機に直結したことを挙げ、他には義行に不利に扱うのは相当ではない。 個別的治療や強制教育を施すことが再犯防止のための裁量手段だとして刑事処分を退け医療少年院に長期間収容し保護観察所に両親の看護態度を改善させるのが裁量であり再犯防止の手段であると判断した決定文を朗読後田村裁判長は被告人岡庭義行に対し 罰を受けけけけずに済んだわけではありません。ん。だわわわでははあありりままませせ君変変る必要があります。変わらなければいけません被害者が厳しい処分を求める感情も無理からぬこと。その上で医療少年院に入れるとしたのは君に社会に害を及ぼさないような人に代わってもらいたいからだ社会に受け入れられる人間になって戻ってくることを願っていますと説誘した同決定を踏まえ。 埼玉火災山崎雄大裁判官は同月21日に、岡庭義行を23歳になるまでの相当長期間にわたり、医療少年院に収容することを決定している。同決定に対し、被告人岡庭義行の弁護人を務めた弁護士の柴野和義は、少年岡庭義行にとっては一番いい決定で。 少年が受け入れれてくるることを期待する裁判員は被害者の言葉の重みや少年の将来を十分に考えてくれたありがとうと言いたいと埼玉地検の森悦子次席検事は被告人が障害を持つ少年という得意な心理に取り組み熟慮を重ねた末の判断であると受け止めていると述べていた。 その後、民事裁判で2015年、平成27年、には同事件の被害者である女性とその両親が、加害者岡庭義行とその両親を提訴、原告側が、岡庭義行の両親は、岡庭義行が暴力系サイトを閲覧することを制限したり、岡庭義行が保管していた凶器数十点、ナイフなどを取り上げたりなど、 適切な監督義務を怠ったと訴え慰謝料など約2700万円の支払いを求めていたところ同年7月3日には埼玉地裁張塚純裁判長が被告である両親の監督責任を認め被告岡庭義行とその両親に対し計約1900万円の損害賠償を命じる判決を言い渡している。 その後、岡庭義行は2018年に医療少年院を満期出所し、同年夏からは精神障害者向けのグループホームに入所したが、1年未満で実家、三郷市、に戻った。三郷市火災予防条例違反。 岡庭義行は2020年、令和2年、11月20日に埼玉県三郷市の自宅に爆弾製造の原料として硫黄約45キログラムを貯蔵し、危険物の取り扱いに関する基準に反したとして、埼玉県警、茨城県警に三郷市火災予防条例違反の疑いで逮捕され、同年12月には埼玉地検によって起訴されていた。 紅号偽造容疑、岡庭義行は2021年2月に警察手帳を偽造したとして、茨城県警に紅号偽造容疑で逮捕され、同年3月に水戸地検から起訴されていた。岡庭義行はもともと、岡庭義人という名前でした、しかし、三郷市と松戸市の通り魔事件後に岡庭義人から岡庭義行に改名しています。